コンピューターによってコントロールされた組み立てラインでは、作業員たちが定められた作業を黙々と手際よく次々に処理していく。効率化され、合理化されたライン作業には一つの無駄もない。午前8時半から正午まで、そして午後は1時から4時半まで、このラインの動きは止まらない。去年の欠陥車リコール問題をきっかけに、製品の品質管理には特に力を入れています。組み立ての終わった自動車は、直ちにコンピューターに登録され、万一の時のチェックが迅速、確実にできるようになる。およそ1分間に1台の割で新しい車が誕生する。だが、作れば羽が生えて飛ぶように売れた時代は去った。自動車は量より質的高度化の時代を迎えているのだ。